田川陽介は、サンミュージックプロダクションに所属する日本の俳優、タレント、司会者、元アイドル歌手である。京都府中郡大宮町出身。身長171センチメートル。血液型は A 型。妻は女優の藤吉久美子。1976年、日だまりの中で、で、レコードデビュー。デビュー時のキャッチフレーズは、登れ、太陽くん。芸名は、都倉俊一によるものと言われているが、実は、サンミュージックプロダクション創業者の相沢社長が決めたもので、太陽という文字を入れてみましたとのことである。Lui-Luiのジェスチャー翌1977年、3曲目のLui-Luiが田川自身最大のヒット曲となり、同年暮れの第19回日本レコード大賞をはじめ、各音楽大賞の新人賞を総なめにした。歌詞の最後で、Lui-Luiと叫ぶポーズが、田川のトレードマークとなっている。1979年より NHK 総合、レッツゴーヤングの司会を務めるなど、昭和50年代を代表するアイドルであった。明るい曲調でヒットしたLui-Luiの次の曲が、硬派路線のCry Cry Cryだった。田川はLui-Luiの後はCryを3連発する曲となったけど、本当は B 面の方が明るい曲でそちらを歌いたかったと、語ったことがある。その後、アイドル歌手から主にタレント、司会者、俳優業に転向。1989年のミュージカル、Anything Goesに起用されたことがきっかけで、舞台俳優として頭角を現す。舞台版のささめ雪では1998年より、警棒こと奥畑圭三郎役を演じている。もともとアイドルとしては、茶目っ気や、庶民性を前面に出すタイプであったこともあり、ホームドラマやコメディに適した俳優として NHK などでは特に厚遇された。ラジオパーソナリティ、旅番組などでも幅広く活動している。1995年、女優の藤吉久美子と結婚。2001年には、長男が誕生した。芸能界のおしどり夫婦として有名で、なれそめは1994年に、NHK 大阪で藤山直美主演のドラマ新銀河が大阪で生まれた女や社会の撮影で共演したこと。撮影終了後に新大阪駅に向かうタクシーで相乗りし、そのまま新幹線で東京まで一緒に帰り、東京で食事をし、交際につながった。ちなみに前述のドラマでは二人が一緒に出てくるシーンは一度しかなかった。また、それ以前はお互い顔と名前を知る程度で特に面識はなかったという。2007年10月から2017年1月まで、恵比寿義和と共に、ローカル路線バス乗り継ぎの旅に出演していた。田川のリーダーシップと計画性、さらには、チームメンバーに対する、細やかな気遣いには、定評があった。中でも、正反対の性格である恵比寿とのやりとりが好評で、ベストコンビとも言われていた。このことは業界でも高く評価されており、水道橋博士は、恵比寿さんを扱えるのは田川さんだけ、自分たちの中で田川さんの何がすごいかと言ったら、恵比寿さんと3泊4日一緒に過ごせること。なおかつ、番組として成立させられてしまうのだから本当にすごいと評価していた。これは問題行動や、問題発言をよく繰り返す恵比寿にうまく対処できない人が多いからであった。ぶらり途中下車の旅の旅人としても長く活躍しており、旅番組のイメージが強い。また、近年では旅番組に限らず、田川が出演すると視聴率が跳ね上がることが多く、業界内では田川は何かを持っているという評価を持たれているとされる。実家は丹後ちりめんの卸販売をしている。株式会社坪龍。香川県の高松市に、叔母がいる。2017年12月14日、妻で女優の藤吉と大阪、朝日放送の50歳大既婚男性プロデューサーとのダブル不倫疑惑を報じられ、謝罪会見を行った。オリジナルアルバムLui-Lui君にときめきすぎて、青春白書さよならの海銀の糸日だまりの中で生え、秋前から3両目の2つ目のドアが、狙いさ燃える旅元気でいろよ握手でグーパイビが昇る、時春に振られて雪田より郷から恋人恋の五千四個の手のひらに君をホールドアップ告白恋の手順時刻表くらいくらいくらい持っていけ思いで朗読夕焼け線香花火僕に任せてください。雪田よりほおずき日だまりの中でさよならコンサート愛の落書き告白燃える瞳おとぎ話積乱雲愛というには幼くて白い少女 LA からの頼り僕の悲しみをドジコンサートの後で似たもの同士機能より、確かにその気になれ母連歌コンサートの後で、エピローグ夕雲幻の夏渚に9月のアメレディーザサンカムズ、アップデンはもっと君らしく春ですね惜別この汽車に乗れば、時の旅人道は続くLui-Luiこの汽車に乗ればもっと君らしく僕に任せてくださいLui-Luiあなたとラブレイン、あなたとラブレインベストアルバム。ありがとうございます。